マキタ丸ノコ 190mmM585 です。フォルムは、シンプルで緑と黒のカラーです。とここに書いているように 1050W、1分間で5500回転します。マキタの、中国産ですね。セーフティーカバーがついているので、これですね、キリコが、飛びにくくなっているのと、地面に置いた時に刃が傷つきにくくなっています。斜め切りする場合はこのつまみを緩ませて、こちらも緩ませると平面に切れるこのガードが、よいしょ、こう斜めになります。これで45度まで傾けれて切ることができます。それでこのつまみを緩ませて、別売りしているTガイド定規というものをこの穴に差し込みます。この長い定規ですね、これを差し込みます。でこの穴にも差し込んで、このつまみを締めるとこういう形になります。これで長いものを切るときもまっすぐ切れます。この別売りの定規にはメモリもついているので、毎回測らずに寸法通り切れます。セーフティーガードちょっと見にくいんですけど、メモリがついています。これで、切り込み深さ何センチまでという基準があるので、これで調整することもできます。コードも少し長めなのですが、もうちょい長かったら嬉しいですね。で、仕様で多分左に大体の丸ノコはここのモーターがついてるので、自分は右利きなので、こう切るときに定規が右手にあるので、ちょっとこう切っていくときに見にくいですね、こう覗くので、それがちょっと難点なのかな。でちょっと一回どれぐらいの音かちょっと見てみますね。コード入れますね。